ニンテンドー64振動パック振動パックは1997年4月27日にニンテンドーから発売されたニンテンドー64の周辺機器である。型番はニュース -013。コントローラの裏についているコネクタに接続して使用する。バイブレータが内蔵されており、対応ソフトにおいてゲーム中にプレイしているキャラクターが衝撃を受けたり、すると コントローラと一緒に振動する仕組みになっている。前述の通りソフト側が対応している必要があり、非対応ソフトではコントローラに装着しても作動しない。電源は本体からは供給されず、単4アルカリ乾電池を2本使用する。使われているのは携帯電話用ではなく、CD ドライブ用のモーターである。ソフトとしては、スターフォックス64が初めて対応し、 同ソフトとの同梱版が販売されていたことがある。また振動パックより前に発売されたが、後に振動パックに対応できるよう修正を加え、改めて販売したソフトも存在する。コントローラーを振動させるという仕掛けは、これ以降ドリームキャストの周辺機器、プルプルパック、プレイステーションのデュアルショックと多くのゲーム機に採用された。後に発売された機種ではコントローラーそのものに、 バイブレータが内蔵されていることが多く、バイブレータを追加するものは、Nintendo 64、Dreamcast、Nintendo DS と数が少ない。ありがとうございます。